はい、伊豆急電線ウォーク、第1区伊東駅スタートします。これが、伊東の東海館ですね。まだちょっと朝早いんで当然やってませんが、ちょっと表から建物だけ見ていこうと思います。はい、伊豆急電線ウォーク第1区、先ほど伊東駅出ました。ここは松川歩道っていうところです。非常にいいところですね、川沿いの道で。おしゃれなモニュメントですね。はい、南伊東駅到着です。はい、それでは第2区スタートします。南伊東駅です。はい、ここが左折の分岐点です。はい、伊豆急電線ウォーク第2区です。南伊東駅を出発して、その下が伊東競輪場ですね。まあここはこの区間は大した見どころないと思って後回しにしてたんですけど、今日なんかもう下田まで行っちゃいそうなんで、ちょっと潰しとこうと思って朝一で来ました。
はい、サンドイッチのお店チェス、第2区のクイズありました。はい、ここですね、左に入る通学路に行く。いや、ずっと車道ばっかりで疲れたんですけど、やっと静かな道に入りました。ちょっと道間違えたんでギリギリになっちゃいましたけど、やっとゴールインです。ちょっと危なかったっす。はい、川の駅ゴールインです。ちょっとギリギリでしたね。